どうも、今回はグレイシアに調整が入ったということでやっていきますか。グレイシアね、ツララバリがね結構弱体化されちゃって、1回の技の使用で飛ばすことができる氷の結晶の最大数がね減少しちゃったりしたからね。でも凍える風がね強化されて、相手のポケモンに与えるダメージ量が増加しましたよと。だから今回は凍える風と氷のつぶてでやっていきたいね。で、持ち物は力の鉢巻きに、いや、こだわりメガネに、ピントレンズっていう、まあ、急所も高めの構成でね、やっていきたいね。これくれるんかな？なんかくれそうだよね。まあ、一個は、あ、多分くれるな、これ。早く4レベルになれや、おらって。音なんだろうな。任せろ、マジで。それはナイス。そう、敵、危ない敵の場所のラストヒット取ってくれるのは本当にね、マジでね、マジでありがたい。めちゃくちゃありがたい。で、メタルはとりあえず今回急所が、高くなるメダルを、まあ、詰め込んでるっていう感じだね。なんかね、いい感じ。うわ、取られたか。あのハゲ。許さねえからな。それラストヒットがマジきつい感じは、あったりするね。いや、もうなってるか、4レベルに。あのハゲに結構荒らされちゃったもんな。まあ、でも、ここの枯れれば4レベルにはなれそうだから。まあ、大丈夫じゃ、いや、ウェレンがやばそう、なんか。押されてんの結構痛そうだな。やっと覚えれたよ、覚える数で。まあ、アップグレード前とかはそんなに火力は高いイメージはないけど、ただ、移動技がね、結構いいよね。そう、あと、なんで急所開いてるかって言ったら、これがね、急所乗るんだよね、覚える風が。の、最後のダメージが、そう、乗ったりするから、うまいことこういうのも使って、運ゲー急所でさ、ちょっと勝っていきたいのは、正直ね、あったりするんだよね。あと、氷のつぶて。反対にラズ氷のつぶてで行くんだけどさ、氷のつぶても急所乗ったりするからさ、今回は、まあ、そんな感じで急所バチバチに乗せまくっていきたい感じはあるよね。これもちょっと上レーン行った方がいいかな、もう。なんか、押されそうで怖いんだけど、こいつらを先に潰せればでかそうな気がしたんだよね。それかチュルットをさ、チュルット買ったりして、やばい、ゲンガー。まあ、ゲンガーは正直、なんかレベル高くない？あいつ。なんでこんなレベル高いの？あいつ。もう上レーンこれ、頑張って押すしかない気がするんだけどな。さあ、これのつぶて覚えて、あとはしっかりと、ワンチャン急所出ないかな、みたいな感じで、殴りながらさ、ナイスいいね。今のは気持ちいい。で、つぶて打ち込んで、23ポイント突き込んで40、20。ナイスいいね。あとは、まあ、適当に野生狩り。かましていきながらかな。でもユナイト技とね、あんまり凍える数はね、そんなにユナイト技からの火力が伸びたりとかはないからね。だからまあ、伸びるんだろうけど、やっぱあれだよね、凍える数でガタで出すには、ユナイトからの火力出すのはなんか一旦ユナイト吐いて自分にバフかけて通常攻撃の速度上げて、まあ氷のつぶて打ち込みまくるっていうのがなんか良さそうな感じもあるけどね。いや、これちょっとギルガルドに来てもらわないと、せっかくウェレン終わったのにさ、結構しんどくなってる。いやー、終わった。そう、ウェレン来てほしかったね、今のはね。もうなんかこう、今環境になってからさ、もうサンダー取れば勝ちみたいな、サンダー取れば序盤中盤なんでもいいやみたいなのはなくなったからさ、正直シビアだよね。こういうのになっちゃうとなんかこう、ああ、もう今回ちょっと雲行き怪しいなーっていうのがすごい顕著に出てくるからさ、ちょっとしんどくなるよね。疑い始めるよね、やはり味方をね。信じれなくなっちゃうね、人間不信ね、これが。これちょっとユナイト吐くか。ユナイト吐いて、でバフかけて氷のつぶてでしっかりとやっていきながら、あとは適当にしっかりとぶん殴りまくるっていうのがいいんだろうけどさ、硬すぎんだろ、おいつら。なんかなあ、めちゃくちゃ頑張ってる俺。はい、ゲンガやれるよ。ナイスいいね。ゲンガ倒して、でつぶてで倒して3連キル、いいね。めちゃくちゃ頑張ったっしょ今回。めっちゃ頑張ったんだけど、やばすぎる。いや、いいね、立ち回りが結構いい感じに立ち回れた気がするよ。いや、凍える風もね、結構移動技としてはね、そう、このマップはね、結構あれがいいよね。機動力高いモンスターは、すごい使いやすいよね、やっぱり。はい。いや、リザードンに今のはいいダメージ。
めちゃくちゃいいダメージ。でもこれ今のうちにさ、相手の上レーンに突き込むっていうのは結構ありだな。あ、いるんか。いや、きっしょきっしょいぞお前、それはさマジで。まあとはまあでも上レーン集合でやっていくのが一番ちょっとねいいかもしれんね。いや、この609章はでかいよ。言ったっけ、グレイシアさ、もともとから急所はね、持ってるんだよね、割と持ってるからさ。まあ、そこに、あの、ピントレンズとメダルで、ね、モリモリにしてあれば、いい感じになるからね。あと、ゲンガーに要注意かな。やっぱ、ゲンガーがちょっと俺的には怖いかなって感じは、あるからさ。ゲンガーに要注意で、行くのが一番、ベストなんだけどさ。ユナイト入っちゃうか。ユナイト入って、で、あの、いいね、今のは素晴らしい。で、強国にぶち込んで、うわ、死ぬ。くっそ、近づいちまったな近づいちまったな。ゲンガーがマジで今あれだよね、熱いよね、本当に熱い気がする。まあちょっとこれは仕方ないな。上レーンがね残ってればね最高だったんだけど、さすがにもう取られるよね。上レーンが残ってたら安定してロトム取りやすいからね、ぜひとも1回目のロトム戦はちゃんとね、やっちゃいたい感じはあるんだけどさ。まあ、あとは適当に殴り取りながらだね。氷の粒でも強いよね、これで。今回急所出なかったけど。いいね、この306ダメージ。これ素晴らしいよ。そう、700とかね、通常攻撃で出せればさ、最高だからさ。これもちょっとファイアローと一緒にあそこの上レーンぶち割りたいな。最後、ロトム戦があるかどうかわかんないけど。来るかな。とりあえず回収しといて。いるな、大変だな、マジで。いるわ。でも上にあんなにいるってことはさ、ワンチャンこうまあ下行っても、いや、こっからちょっとゲンガーに やられるなんてあるかな。いや、リザードの下行って、ゲンガーとかも下行ってるから、これ50つぎ込んで、49だけどつぎ込んで、レッグーザ戦のそう布石をちょっと作っていきたい感じはあるよね。まあ、スピード履いて、多分アマージュがね来ると思うんだよね。どっから来るか分からんけど、一旦引くわこれ。いや、引かなくていいな、めんどくさいな、体力的にちとなんかこう負けた気がする、最悪。まあ、今回生存アイテム持たせずに火力ぶっぱしてるからあれなんだけどさ。これ、ここのバフ食えたらさ、あれかな、あの、いい感じにさ、技の待ち時間復活して、いけるかもしれんね。ずっと超える数とか打てるかもしれん。さあ、あとは、50。まあ、0だから、これはもう集団戦ちゃんと、バチバチにやっていこう。で、ゲンガーは、あの、誰かに犠牲になってもらって、そこに飛び込んできたやつに、しっかりとあの、ちょ、ミスった。マジでミスった。はい。で、急所で。うわ、今の急所は気持ちいいそう、ちょっとミスっちゃうんだよね、色。でも今の急所は気持ちよすぎる。ユナイトからの火力上げての急所攻撃。スッて逃げよう。で、つぶて吐いて、これ止められずにいけるかな？いけそうだな、さすがに。柔らかいけど、いけるわ、全然。はい。で、しっかりと逃げていこう。撤退したい。撤退でいこう。ギリカルド撤退しよう。多分無理やろ。持ってないやろ、あの。だる。これじゃあ、あの、逃げるか。最後まで。こっちに逃げるか。逃げるっていうか、時間稼ぐか。最後まで。味方が引けるまで。体勢整うまで。引きたかったんだけど、逃がしてはくれんかったみたいな。でも今回結構いい感じに立ち回りできた気がするよ。まあ、ユナイトの吐く場所はミスったけどね。まあ、でも、メインは、まあ、でもシートの上乗せたら相手の移動速度とか落とせるからいいんだけど。まあ、最低限、ユナイトからの攻撃速度上げて、氷の粒での、で、急所攻撃で、やりきるっていうのは、結構大事かもしれんし。さあ、あとは、ファイアロがユナイト入って時間稼げると思うから、俺もしっかりと上に飛んでおいて、ね、ギルガルドが下で守ってくれてるのは結構いいんじゃない？はい。で、粒で打って、はい。はい。
急所乗せて。いい急所。はい、潰しきる。素晴らしい。何これ。あ、ロケットか。味方のロケットってことね。そういうことね。いや、ファイアローのカウンター、これは相手の心を折るにはもう、十分すぎるカウンターが決まってるね。いや、なんかやっぱゲンガーがすごいウキウキしてるよね、このマップ。隠れるとこ多いしね、ほんとに。そいつらあたりが怖いよね。なんか、キア8とかお助けバリアとか持たせても、柔らかいですね、持たせても。ゲンガーに捕まったら即得だからもう、正直軽くぶっぱにしてるね。ナイス。よし。頑張っていきますか。俺今エキスパートのさ、ワンの決勝1個目だからさ。まぁ、ちょっとこのまま、ね、3連勝ぐらいしてさ、早めにマスターも上がっちゃいたいよね、やっぱり。今環境大変そうだからな、特に。結構。まぁ、今環境というかまぁ、あれだもんな、仕様がね、変わっちゃったりしたからね。そこは、仕方ないんだけどさ。特に柔らかいやつ買っていくか。特に柔らかいやつ買っといてさ。硬いのはメインディッシュに残しながらやっといてさ。うまいことやっていければ。やっぱミュウの強化攻撃えぐいね、やっぱね。なかなかえぐいって。取れるかどうかわかんねえけどな、俺な。まあ取れ、あ、やれそう。届かんか。俺の急所も結構相手からしたらあれだね。わかんない。ダークホースみたいな。なんやこのダメージみたいな。そんな感じに、のね、あれをね、彷彿とさせれるからね。それも、悪くないかもしれんね。ただ、ここの、あれは、ちょっと、急がないと、超える数が覚えらんね。ナイス。もう、早めに覚えといて、決勝をね、ちょっと貯めたかったけど、まあ、そこはもうちょっと、しゃあないよね。ちょっとラストヒットミスったな。あ、いやいや、ナイス。それ最高。マジ最高すぎ。来た。はい。ちょっとダメージが、あと2決勝ぐらいあったらな、最高だったんだけど。足りないな。はい。この人数有利の時はさ、もうだいぶいい感じにこうやってさ、急所叩き込みまくれるからさ、それはそれで、最高なんだけどさ。ちょっと上レンがやばいかも。結構やばそう。いや、ナイス、それ倒してんの偉いぞ、不思議バナ、マジで。ただ上レンがやばいよね、やっぱり。そう、上レンに、中央レーンの子には上レーン行ってほしいよね。じゃないと来た。ワンチャンアブソルに喧嘩打っていいかな。やばそう。いや。スピード吐いて。逃がすか。お前邪魔くせえよ、おい。くっそ。邪魔くさすぎるな。いやでも、惜しいんだよな。追い返したのは。だいぶいい感じに。これ集合したいけどなぁ。ちょっと集合できないかもしれんから、そこだけがちょっと、来た！はい、いいね。急所も出して、しっかりと、やりきっていくと。で、つぶて覚えて。まあ、氷のつぶてがあったらもっと火力は伸びていくから、これからの期待だね、やっぱり。ちゃんとつぶて打ってさ。でも来てくれそうだね。あとは、いや、てか今回オーロといるのでかいかもなぁ。すごいでかい。はい。そう、オーロとかいたら後ろでさ、結構ずっとさ、殴っていけるわけじゃん、やっぱり。これでかいよね、やっぱり。はい。はい。急所出して。いいよ。で、コーエル風打って、ハッシュポイント叩き込んで、そろそろ次のコーエル風を貯めておきたい感じもあるんだけど。はい、いいね。ちょっと集合したいよね。でも、なんか、サナイト来てくれなさそうだな。サナイトの持ってるエナジーがすごい欲しい感じはさ、あるんだけどさ、なかなかまあ難しいからもう殴っちゃうか、早めに。相手からエナジー頂戴できれば最高なんだけど。まあそれはちょっと待って、やばい状況になっちゃった。アブソルはやばい。あ、でもアブソル2ダメージ。急所来い、急所来い。ナイス、いい急所で、ユナイト吐いて。はい、あとは、いやー、空火つらすぎるなー。ちょっとまあ、しゃあないね。しゃあないね、ちょっとね。これはね、恥。背中の傷は剣士の恥。正面から俺は空火を受け止めるぜ。まあ焦ってなんか殴ったのが失敗だったけどね。でもさないともう来てくれなさそうだったから、もう早めに殴っていろいろやっちゃいたい感じは
あったりはするよね。ワンチャンミュウと一緒に割れれば最高なんだけど、危ないなマジで。アブソルにもう捕まったら正直終わるからさ、そこちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、どうしようかね。まあこういう辛い試合もまああるわな、正直あるわな。それはもうちょっとしゃあないわな。このこういう時にね、やっぱレッグーザ取ってもね絶対勝てるわけじゃないっていうのがちょっと恐ろしいところではあるんだけど、あとオーロトと一緒に動かないとガンガン殴っていけないっていうのはあったりするから、ウエレンウエレンウエレンウエレゴウエレン、ナイスサーナイト、いいねいいねいいね、まだ間に合う、まだ全然いける。ここさえ食えればマジで。ユナイト入ってで、ユナイト入ってで、つぶてつぶてで急所ダメージで、急所ダメージでサクッて潰して、ナイスいいね。ユナイト持ってないぞピカチュウで、つぶてでやりきりますよと。柔らかいモンスターにはマジで刺さる、マジ気持ちいい、本当にめちゃくちゃ気持ちいい。いや殴りたいけど空火が嫌なんだよね。ただバンギとかもいるからちょっと怖いなって。いや捕まっちゃうかこれ、捕まっちゃったな。そうば、いや空火強いな、ちょっと敵の集団戦がマジで強いわ。でもそうだよな、ウエレン割ってもこっちユナイト吐かされてっからちょっと厳しいよね、ちょっときついよね。そうだよね、痛い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 、マジで痛い、ほんと痛い。いやユナイトもたまんないよな。そうだよな、ちょっと一旦つぶて使ってユナイトがたまるまで我慢していきたいけど、はい打っていいよ、素晴らしい。まああとは適当に殴っていきますか。ちょっとしょうがないな、こうなったらもうあれだよね、頑張る、あとは頑張る。でも本当にね士気が結構下がるんだよな、こうなっちゃうと一発逆転できないからさ、だいぶなんかもうあと消化試合みたいな感じはあるよね。ウエレンになんかこう集まれなかった時点でちょっと紹介試合が割と出ちゃったりとかはね、今関係はあるんだよな、結構正直結構あったりするんだよね。ね、最後まで諦めずに頑張りたいとは思うんだけども、なかなか逆転しにくいっていう今環境の特性みたいなあったりするからね。まあ、ちょっと少しでも早めにゴールにつぎ込んどいて、いろいろできればいいんだけどさ。できればいいんだけど、ゴールエリアも、俺たち守るもんももう一ゴ、ワンゴールしかないから、あとはレベルを13レベルとかにして、一番いいか。ユナイト吐いて、ワンチャンなんかこう、あるかもしれんな。そんなにまだ、レッグーザ戦で、うまいことまた5キルして、みんなで5キルしてさ、やりきれればいけるかもね、ワンチャン。まあ、オーロトと一緒。ただ、初手裏取りゴール結構危なかったりするけどね、サナイト逃げ帰ってこれるかな、逃げれそうかな。でも、割と捕まっちゃうよね。初手ゴールはね、人数減らしてからとかが一番ベストなんだけどさ。これは一旦くるって回って、壁抜け。おしまい。いいよ。で、レクザ殴ってる絶対あれ、レクザ殴ってるからここでこっちに逃げる。でまあ取りきれないよなよし頑張っていきますか。まあなかなかねウエレン揃うのはね難しかったりするね。今環境序盤中盤ダメだったらもう終盤ねまくりきれない環境だからさ、やっぱレクザ取るだけじゃね勝てないよね、なかなかね。レクザ取っても決めれるっていう保証がサンダーよりも少ないからな、やっぱり。あとはちょっとでも2ポイントぐらいはちょっとこことりあえず欲しいかもしれない、ありがとう。あとは一旦ちょっとこのこいつを食っといてヨーギラス相手にしに行こうかな。一旦ちょっとめんどくさいからラストヒット
ラストヒット勝負してくるかもしれないけど、キア8発動させとけばね、そんな強くはね、出れない、やっぱり。そうだよね。そうだよね。そんな強くはで、こっちに来れないと思うから。待て、それはやばい。びっくりした。気合の鉢巻き発動したわ。素晴らしい。原作の気合の鉢巻き発動したって、俺も。まさに。今回、中央アマージョなんか、今回。まあ、食っちゃったけど、まあ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 。あとは、そうだな、ここ一瞬で、振り尽くしてさ、ここ風覚えて。あ、でもこれ、触らないとやれそうじゃないな、ワンチャン。ワンチャンやれそうな気がする。まあ、あっちはまあ、ちょっとしゃあないけど、ナイス。で、またここ風ぶっ刺して、敵が引いてる間に、いろいろ、やっておきたいけどね。いやー、このここ風は強い。ただ、こうなってる時って上レーンが結構やばかったりもするから、ちょっとそこもちょっと、頭に入れとかなきゃいけないんだけど、上レーンどう？上レーンまずそうじゃね？なんか、大丈夫かな？なんか言ってる気がする。ただだいぶ早く6レベルになれたから、急ごう急ごう急ごう。やっぱやばいよね、きっと。マッシブン、あ、勝ってる。勝ってるなぁ。まあ、じゃあ、ここのエナジーだけ、回収しといて、機動力活かして、なるほどね。途中からファイアローにチェンジするっていう、その、なんかこう、高等テクニック。もう素晴らしいね。いい感じだよ。はい。で、いや、めちゃくちゃ刺さってる。やばすぎ。あとは、なんかこう、上に人をね、やっぱ集めていきたい感じは、あるよね。ナイス。20何ポイントも決めさせといて。吸血きしょ、きしょいけど強い。吸血きしょいけど強い。吸血きしょいけど強い。マジで。本当に強かった、今のは。はい。で、サナギラスとかもちょっと、めちゃくちゃチューチューしてる。やれさせそう、あいつ。うわ、惜しいな。で、つぶてを覚えて、つぶてを横から、ぶっ刺していこう。うわ、いいダメージ。まあ、今回は勝ってそうだね。これ相手からしたらもうね、あれだよ。相手の立場だったらさ、もうこうなっちゃったらもう絶対勝てないやって士気がね、めちゃくちゃ下がってると思うよ。レックド取るだけじゃね、結構勝てないし、ウェーレンにね、集合できてもないからね。ちょ、ガンガン行こうぜ。ユナイト多分持ってるしょ、みんな。そう、ユナイト持ってるんだったらもう行くべきよ。やっぱ、ここをぶっ潰したらさ、正直勝ちだからさ。俺も溜まったしね。ユナイト吐いて。これさ、ちょっとシートを置くことによってさ、敵の機動力とかを奪えるのと、あと、ユナイトからの速くなった通常攻撃をぶちかましていけるっていうのも、結構でかいかな。割れなさそう、俺。なんかエナジーが微妙に足りん。みんなゼロか。マッシュブーンが来てれば。待て待て待て。ダメだったか。ダメだったか。4ポイントか。まあ、4ポイントならいく、いつでも、決めれるか。あれ借りたいけど、ちょっと、一旦守りの構えで、行こうか。そんな感じで行こう。4ポイントね。どっかで決めたいけど、まあ、いける気がするけどな。4ポイントくらいだったら。まあ、下レーンのレジーロックかなんか残ってたら、いけたかもしれんけど。まあ、上レーンを任せて、40番技。まあ、決められちゃったか。しゃあねえや。ここ割っといて、で、速攻戻りたいけどな。戻れるかな。40で割られる。さすがに割られちゃうか。まあ、しゃあないけど、でも相手の上レーンも、相手のもっと上レーンはね、ぶち抜いてるからさ。うまいこと、そういう、うまいこと、いい感じに。潰せなかった。あ、もうこれ、潰てで多分やれる、これは。で、ギルガルドは、距離を取りながら、壁行け、壁行け。くっそ。やっぱ草むら、なんかこういうさ、なんかこうね、機動力あるアタッカーって、ほんと草むらで化けるよね、マジで。このマップでゲンガーとかもめちゃくちゃ、生き生きしてるからさ。そうね、上レーン集合して。これ送り込んだらもう勝ちだわ。正直。これ送り込んだらレッグ戦はしょれる。マジで。これはマジ。だからぜひともここら辺は欲しい感じは、あるんだけどさ。取った。ナイス、いいね。で、あとは、バフつけた、あの、つぶてとかでしっかりと、ガンガン行こう。はい。いや、このつぶて強かったな。めちゃくちゃ強かった。
届け届け、届かないか、届いたら最高だったんだけどな。まあでもちょっとしゃあないか。こっちサイドだね、こっちサイド。次はでファイヤローに早く決めてもらうために、これ加速装置と俺がシートの台の上乗ってるっていうのもちゃんとあれされんのかな。ね、ちゃんと、なんて言うんだろう、相乗効果みたいな起きるんかな。まあ、そこわかんないけど、まあ、ギルガルドをちょっと凍える風使って、待て待て、えぐえぐ、めちゃくちゃ多い。動けなくなるとしんどいて、マジでマジしんどい。はい、刺して、ぶっ刺して、ぶっ刺して、くっそ逃げきれん。いや、ガルド見たらちょっともう逃げたが良さそうだな。ちょっと厳しそう、ガルド見た後で。あとゴールをちょっと、いや、そのユナイト結構ナイスかもしれんな。まあ割られちゃうかな、ドロー。最後のこのロトム戦が、ロトム戦っていうか、走り壁戦違う、レジェ歴か。レジェ歴なんとかできれば、めちゃくちゃいいんだけど。ナイス。上で行こう、上で。いや、でも、一旦寄り道すんのもありかもしれんな。50詰め込んで。まあでもエレキ送ってからでもいいかな。そうだね。一旦ちょっとスピーダーも入っちゃって、この辺の木の実潰しとこ。敵に食われないように。まずいかもな、ちょっと。いや、前出たいけど、ちょっと、もうちょい引こうぜ。もうちょい。敵のゴールがやっぱ、近くなっちゃうとしんどいからさ、マジで。しんどいから。ユナイト入っちゃったけど、まあまあまあ。今回は、まあ、サンダー戦みたいなのないからね、もう。まあ、レッグザ戦でユナイト R に越したことはないんだけど、このレジエ歴を取ることの方が大事、正直。これガンガン押したいけどな、やっぱり。ユナイトは、あるね。俺ちょっと良くないユナイト入っちゃったからさ。バンギここに来るんだったら、これバンギあれ、噛まれる。バンギ噛もってこう。そこでユナイト入ってくるか。まあ、仕留めれそうな気もしたんだけど。いけるそれ。2連キルしてんのそれ。マジで。2連キルしてんのか。え、しかもさ、レッグザ取ってるじゃん。レクザ取ってんじゃん、俺。バリア、ありがてえな。まあ、でも、これは、はい。あと防衛に回ろう、俺は。まあ、3であったらいけるんだけどね。まあ、逆ゴール吸い込みに行こうと思ったけど、ファイアローが詰め込んでくれたから、あと味方もね、取ってくれたしね。レクザをね、ありがてえ。泣くんの早い奴らが取ってくれるのは。で、あとは、まあ、ゴール内だったら耐えれるやろ、ちょっと。耐えれんかったらごめん。ごべーんって感じ、耐えれんかったら。耐えてる。で、くっそ。耐えきれんかった。でもちょっとやばいからね、しんどいな。やっぱガルドは、見たら逃げた方がいいな。なんかこう、勝ちきれんね、ガルドには。まあでもよかった。今回上レーンにちょっと集合できて、相手の上ゴール全部ぶち割れたし。まあでも最後のゴールまで、いないとね、みんな持ってたりしたら最高なんだけどね。ここにレジェリキ突っ込んだらもうほぼほぼ、勝ちだからさ。もうサンダーだよね、実質。最後のレジエ歴を送り込めれば。まあ、さすがにもう勝ってるだろうから、あと適当に、脳筋大学って名前なんだけど。吸血マッシュムーンね、序盤結構、すごい助かった気がする。俺が後ろからすごい、殴れたからさ。すごい助かったね、これは。いやー。いいね。素晴らしいよ。勝ち切れてよかった。まあ、早くマスターに行っちゃわんとな。ストレスを受ける前に。ナイス。